大隅海峡を中国海軍3隻が通過太平洋へと向かいました。今回は B1 哨戒機が対応監視任務に当たっています。では詳しく見ていきますね。中国軍の動きが今年に入って活発化しています。もうすぐオリンピックも始まります。防衛省からの発表によれば、2021年5月末日にあたる31日、中国人民解放軍海軍の艦艇3隻が、鹿児島の大隅海峡を抜け、太平洋に進出するルートを取って航行したことが明らかになった。中国海軍の艦艇が、今回と同様のルートを航行したとされるのは、2019年11月以来のこととみられ、およそ1年半の時間を経てはいるものの、ほぼ同じようなその動きには警戒感が強まっている。そもそも、大隅海峡は日本で5つしか指定されていない国際航行を認めた特定海峡の一つであり、他には北の宗谷海峡と津軽海峡、西の津島海峡の東水道と西水道が存在するのみである。資源の少ない日本にとって、この5つの特定海峡は重要な海運交易の航路であり、通常であれば12海里が基準である領海の幅を3海里としているため、公海となる部分が発生している状況だ。このため、その公海部分を今回のように中国海軍の艦艇が通過しても測量海を侵犯する行為となるわけではないため、海運重視の政策が軍事上からは隙を見せる状態となっていることも事実ではある。防衛省によれば、31日の午前8時過ぎに鹿児島の屋久島沖の西方海上でルーヤン3級ミサイル駆逐艦155号、ジャンカイ2級フリゲート艦578号、プチ級補給艦890号の3隻を発見したという。これに対して、日本側としては、ヒューガ型ヘリコプター搭載型護衛艦の2番艦、伊勢戸 P1 哨戒機を出動させて、この3隻の動きを監視し、領海侵犯等の事態には至らなかったと確認している。ヒューガ型ヘリコプター搭載型護衛艦、伊勢は、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長197メートル、全幅33メートルの規模の出雲型の前級にあたる全通甲板を備えた艦艇だ。伊勢は、通常時には対潜哨戒用のヘリ3機と大型の輸送用ヘリ1機の艦載で運用されているが、最大時の搭載機数は11機まで収容可能なキャパシティが確保されている艦艇でもある。この直前の5月26日から29日に、伊勢は沖縄東方海上においてアメリカ海軍の大型原子力空母に3つ級9番艦ロナルド・レーガンやタイコンデロガ級巡洋艦シャイローとの軍事演習に従事していた。さらに、その前の5月11日から17日には、東シナ海において、イージス護衛艦、コンゴーラと共に、アメリカ、日本、フランスの3カ国による、大規模軍事演習、ARC-21 にも参加している。こうした大規模な他国との軍事演習をこなしつつ、今回のような中国海軍艦艇の行動監視任務に急遽つくなど、伊勢の乗組員の
方々の献身的な活動には本当に頭が下がるとしか言いようがない。反面、こうした日本が他国との合同軍事演習を強化し実行していることに対して、今回の中国海軍艦艇の動きなどはその牽制行動の意味合いを持つと見る向きもあり、いたちごっこの感もなくはない。今回確認されたルーヤン3級ミサイル駆逐艦155号は、正確には同級の後期型である 052D 型昆明級駆逐艦南京だと艦番号から推測されており、中国海軍の東海艦隊に所属する艦艇の模様だ。 052D 型昆明級駆逐艦南京は満載排水量7500トン、全長156メートル、全幅18メートルの艦隊に70口径 130mm、 単装砲1機と VLS64 セル等を主兵装として搭載しており、全17隻の配備が見込まれている。ジャンカイ2級フリゲート艦578号は、詳しくは 054A 型と呼ばれる後期型で、艦番号から揚州と推測されており、南京同様に東海艦隊に所属し、同型艦は30隻にも及ぶと見られている。 054A 型フリゲート艦揚州も 052D 型昆明級駆逐艦南京ともに、最新で大型の055型南昇級駆逐艦ほどではないにせよ、 VLS を装備しており、護艦に限らず艦隊防空能力も有する艦艇だと言えるだろう。そのため、今回は航空母艦に随伴しての行動ではなかったが、中国海軍がすでに就役させている航空母艦遼寧や山東との空母打撃群の編成に組み込まれる運用も十分念頭に置く必要が感じられる。こうした中国軍艦艇の大隅海峡の通過は、もともとは国際的に了解は12海里が標準とされてきた中で、日本側が大隅海峡等の前述の5つの海峡を重要な海運交易の航路として緩和した。3海里にしていることが大元にある。これに関しては、一部からは12海里をこれらの5つの主要海峡に適用した場合、そこは当然日本の領海となるため、アメリカの核兵器搭載艦艇が航行した場合、非核三原則に抵触する恐れを考慮したとの見方もある。これは非常に微妙な政治的判断を伴う問題のように思われるが、当時は米ソ冷戦構造を抱えながら、憲法の下で非核三原則を貫く必要に迫られた時代だったが、中国が台頭する今は見直す好機かもしれない。